ノイズ。夢月江西。レインコートを着た男は私の T 君と別れる時にはいつかそこにいなくなっていた。私は商船電車のある停車場からやはりカバンをぶら下げたまま、あるホテルへ歩いて行った。往来の両側に立っているのは大抵大きいビルだった。私はそこを歩いているうちにふと松林を思い出した。のみならず、私の視野のうちに妙なものを見つけ出した。妙なものを、というのは、絶えず流れているノイズだ。何かノイズですか？芥川龍之介の歯車の丸パクリじゃないですか。小説家志望の柚木ゆかり。かつては紙と時間の無駄だと思えるような小説ばかり書いていた。だがある日芥川龍之介の小説を読み、自分の書いた文章のつまらなさを自覚する。そして現在、書けない書けない書けない。どうやっても頭の中に芥川龍之介の小説がちらつく。面白いものを書こうとしたら芥川龍之介の小説の丸パクリになって、オリジナルを書こうとしたら芥川龍之介の小説と比べてしまう。これは呪いだ。そもそも私はなんで小説を書いているんですか？小説が好きだから。いや、私は芥川龍之介の小説以外ほとんど小説を読みません。ラノベの挿絵がある場所の周辺を読むぐらいです。読むなら小説じゃなくて漫画の方が。というか小さい頃は漫画家になりたかった気が。あれ？声優でしたっけ？いや、ゲーム開発者やプロゲーマーにもなりたくて、イラストレーターにもなりたくて。そっか。私、小説を書きたいんじゃなくて、小説家になりたかったんだ。想像するのは仕事をしている姿じゃなくて、人気者になっている姿。絵は上手か下手かが一目でわかります。でも小説は読まないとわかりませんし、小説を読まない私は自分の小説の良し悪しがわかりませんでした。だから、私、VTuber になって収益化をして再生数とスーパーチャットで生きていこうと思うんです。名案じゃないですか？お前は本当に社会を舐め腐っているな。ほら見てくださいよ、この人。鼻声で咳込んでて滑舌が悪くてトークがつまらなくてサムネも適当でゲームが上手いわけでもないのにスーパーチャットをもらっているんですよ。これなら私の方が面白い配信ができますよ。素直に働け。配信も労働ですよ。労働。そうですね。とりあえず半年でチャンネル登録者数10万人ぐらいを目指しましょう。ちょっと目標が低すぎますかね。まあやるだけやってみろ。はい。ゆずるさん、VTuber として配信できるように何かなんとかしてください。それもわからずに配信で食っていく気だったのか？昼間は冷たく当たってしまったが、やる気を出しているのは悪いことではないはずだ。誰が何に向いているかもわからんし、一応ゆかりの配信を見てみるか。お、雑談配信。なのに声が聞こえないな。マイクがオフになっているんじゃないか？一応聞いておくか。マイクがオフになっていませんか？いや、そしてそんなことはないはずです。聞こえました。失礼しました。黙ってないで喋れよ。む、口調が少し強めなコメントだな。というか私以外も見ているのか。あは。だからなんか話せ。よし、配信で生きていくのは諦めて普通に働け。待ってください待ってください。誰だって最初はあんな感じですよ。初めてだからうまくいかなかったのはわかる。だがそれを差し引いてもゆかりは喋るのが下手すぎだ。いや、むしろ普通の人よりはかなりうまくいっているはずです。才能に溢れていましたよ。あ、あかねさん。ん？何？試しにあかねさんに配信してもらいましょうよ。それで私よりうまくいったら配信で生きていくのが諦めます。ふふふ、あかねさんはネットに疎い。ネットを知らない人がネットでうまくいくわけありません。すなわちあかねさんはうまく配信できず、私は働かなくてもいい、ということになります。あかねがうまく配信できなかったとしても、ゆかりが働かなくていい理由にはならないぞ。そう、そんなこと考えていませんよ。失礼ですね。うん。私は配信。っていうのをしたらいいのかな。いや、別にする必要は。そうです。配信しなきゃダメなんです。あ、でも VTuber なんで顔は出せませんからね。あかねさんは綺麗だから、顔出しをしたらそれだけで人が来るかもしれませんし。うん、葵。わかった。一応あかねにも配信をさせてみよう。ただ配信がどんなものかは一応説明しておくぞ。ええ、まあそのぐらいは構いませんよ。配信が何かを知った程度でどうにかなるわけありませんけどね。で、あかねさんは結局どんな配信をすることにしたんですか？知らん。ただゆずるにもう1台のカメラを用意してもらっていたぞ。カメラが2台？ああ、これか。そういえばあかねに軽く教えられたことがある。あの、葵さん。なんだ？配信タイトルにあるこのフラワーアレンジメントって何ですか？道を歩いているとふと花屋を見つけてね。そこに綺麗な花があったんだ。香りのいい花もあった。気になるから買って帰りたい。でも家に花瓶なんてないし、何度使うかわからないものを買うのはためらってしまう。そんなあなたにフラワーアレンジメントを紹介するよ。これはとにかく気軽で自由な花いけさ、好きな花を好きに生けられる。家に審査員でもいるんなら適当に生けるわけにはいかないけどね。必要なものは好きな花とオアシスと器。オアシスは花を生ける土台だよ。500円もしないね。器は何だっていい。ボールでもいいよ。これかな。どう？
私の手は画面に映っているかな。この四角いものがオアシスだよ。ああ、実際に生けているところを映すのか。だからカメラがもう一台必要だったんだな。はい、これでフラワーアレンジメントの紹介と花生けは終わりだよ。フラワーアレンジメントは料理と同じで、誰でも気軽に始められるよ。いいものを作ろうとすると派手がないけどね。それも料理と同じかな。今日は配信を見てくれてありがとう。この子の名前なんだっけ？夢月恵西です。夢月恵西でした。どこを押すんだったっけ？ゆかりよりはちゃんと配信できていたな。よし、諦めろ。待ってください。特技があるのはずるいですよ。別にずるくはないだろ。それにあかねさんがたまたま配信に向いていただけっていう可能性もありますし。だから、特技がなさそうな人に配信をしてもらわないと。マキちゃんは演奏ができる。ズンコさんは料理ができる。ソラさんも料理ができる。ユズルさんは何でもできる。キリタンに配信をさせてもう一回確認してみましょう。中学生を巻き込むな。じゃあ、イタコさん、恒例は画面越しじゃ伝わりませんからね。私なぜか配信をすることになったのですが、占いをするのとマグロ漁船の話をするの、どちらがよろしいですか？占い？イタコって占いができるんですか？らしいぞ。マグロ漁船の話も気になるな。声が前回と違う？そういうタイプの VTuber ですわ。中身がコロコロ変わる、画期的な VTuber。マグロ漁船の話を聞きたがっている方がいますわね。じゃあそちらの話で。コウさん、次はコウさんにさせましょう。あの人は話すのが苦手ですし、子供と遊ぶ以外の特技もありませんし、きっとグダグダな配信になりますよ。それじゃあタイトルにある通り、クソガキの黙らせ方を説明します。何か作業をしていると、例えば料理とかをしていると、子供一人に遊んでいてほしい時がありますよね。邪魔をされるのが困るし、そんな時に子供一人で遊べるゲームと、二人用、三人以上用、あと大人が一人必要なゲームを紹介します。大人役は結婚相手に頼むといいと思います。あと、体力を使うものと使わないものに分けて説明する、します。子供を疲れさせたい時は、体力を使うゲームで遊ばせましょう。それじゃあまず一人用から。一定の需要がありそうだな。あかりさん。あかりさんは撮影が苦手なカメラマンです。特技も知識もありません。今はどうか知りませんけど、以前は警備員にこっそりお金を渡せばピラミッドの頂上に登ることができましたよ。もちろん犯罪です。やらないようにしましょう。あとピラミッドの頂上はですね、とても臭いんです。トイレがないので、そこで済ませる人がいるらしいんですよ。もちろん全部聞いた話ですよ。私がやったわけじゃありません。それで、エジプトを旅していた時の話の続きですが、あかりは世界中を渡り歩いているんだぞ。話のネタに困るわけがないだろ。ついなさんも変な知識がありますし、うなさんはどうですか？雑談配信とかしても話せないことがいっぱいあるから、マインクラフトで建築した城とか町とか紹介します。後で配布するね。まずはプラハ城とその周辺。城はいいよね。城を建てるのが将来の夢の一つなんだよ。そういえばうなは建築ゲームや町づくりゲームが結構好きだったな。最後に聖火さんで試してみましょう。未来の話をしたって誰も信じませんよ。私はビューティーでエリートの未来人の夢月恵西です。未来に関して知りたいことがあったら何でも聞いてください。と言っても規則で言えないことが大半なんですけど、例えばそれです。株価とか宝くじとか、経済に多少の影響を与えそうなものが言えないんですよ。まあ、でも、少しぐらいなら言っても大丈夫ですよね。資料によりますと、近いうちに大きく株価が上がるの。申し訳ありませんが、ご覧の配信とチャンネルは削除されました。すいません、担当さん。私の上司にチャンネルと配信を削除されちゃいました。それはさすがにダメですって。まあ、ちょうどいい。これを機にゆかりは配信で生きていくのを諦めろ。いや、次はうまく配信できるはずですから。配信？ゆかりん小説を書くだけじゃなくて配信もやってんの？あはは。そうですね。はい。最近2冊も本を書きましたし。へえ、すごい。マキさん、今日はマキさんが食事当番ですよ。忘れていませんか？あい、やべん忘れてた。今から作るよ。なんでマキには嘘をついたんだ？本を2冊書いたのは嘘じゃないですよ。本というカメモのまとめですけど、1冊なくしちゃったので、もう1冊作りました。そもそも小説じゃないんですね。だってもう小説は書けないんですよ。マキにも素直にそう言えばいいだろ。マキちゃんにだけは見下されたくないんです。そうか。2人はこの家に来る前からの知り合いだし、いろいろあるんだろうな。それでだ、ゆかり。何ですか？配信はダメだったし、普通に働け。それが一番やだ。お邪魔します。鈴木つづみですけど。鈴木さん。来てくれてありがとうございます。こちらが電話で話した例の本です。はい。思っていたより分厚いね。これは。どうです？何かわかりましたか？わかった。何もわかんないことがわかった。お疲
疲れっす。もう帰っていいっすよ。待ってよ、何もわかんないことがわかるって言ったじゃん。本には普通出版社や印刷所やいつ刷ったかとか書かれているんだけど、この本には一切書かれてない。だからこの本は印刷所も通さずに個人で勝手に作った本か、古い本かな。でも内容的に古い本じゃなさそうだから、多分個人で作ったやつだと思う。あ、著者だけは書いてある。夢月恵美氏。聞いたことないな。そう、それなんですよ。その名前が重要なんです。夢月恵美氏。配信ごとに中身が変わる VTuber。人気が出そうって時にチャンネルが消えたんですよね。初配信はくっそつまんなかったですけど、こんなことなら配信で聞いておけばよかったな。配信者と同じ名前の著者が、名前を勝手に借りたんじゃないの？俺がその本をこの図書館で落とし物として見つけたのは初配信よりも前ですよ。印刷所も通してないから、著者について調べるのは難しいと思う。でも、気になるね、この夢月恵美氏さん。これはいい資料集だよ。本の内容が全部引用で、自分の意見や感想を一切書いていない。普通は資料をまとめたって言っても、本にするなら自分の言葉が、作者の考えが透けることがある。推している説ばかりまとめているものも少なくないしね。驚くほど画を出さない作者だな。写真ぐらいじゃない。この作者のオリジナル要素、モデルになった場所の写真が結構貼られてる。で、調べてくれます？その本の作者。もちろん、浮気調査とかよりずっと楽しそうだしね。あ、一応聞いとくけど、見つけてどうすんの？サインでももらうの？いや、それいい本でしょ？それを正式に出版してもらいたいんですよ。知り合いに編集の人がいるんで、俺がその人に掛け合います。なるほどね、芥川龍之介についての作者、夢月恵美氏。私が絶対に見つけ出すよ。こうして夕月ゆかりは近い将来鈴木つづみによって見つけ出され、芥川龍之介の著書や人間関係、作品で使われている現代では意味がわかりにくい単語の解説、モデルとなった場所の現在の様子や芥川龍之介自身にある様々な説や生涯についてをまとめた、芥川龍之介についてという本の作者として世に出るが、それはまた別の話。なおその後編集者から、これの夏目漱石バージョンって書けませんか？という頼みを安請け合いしたが、夏目漱石にはそれほど興味がないため全く書けず、締め切り前日に家出をし、作者としての信用度がガタ落ちするが、それもまた別の話。